ドストエフスキー作工藤誠一郎役罪と罰前回の続きからです沈黙が来たこうした会話全体にも沈黙にも和解にも許しにも 不自然な何者かがあったそして誰もがそれを感じていた確かにみんな俺を恐れているようだな母と妹を上目遣いでチラチラ見ながらラスコールニコフは自分で自分のことを考えていたプリヘイリア・アレクサンドロブナは確かに 沈黙が長引くにつれてますますおじけづいてきた離れていた時はあんなに2人を愛していたはずだったのにという考えがちらっと彼の頭をかすめた「ねえロージャー、マルファ・ペトローブナが亡くなったんだよ」。 ふいにプリヘイリア・アレクサンドロブナが言った。マルファ・ペトロブナってどこのまあ驚いた。ほら、マルファ・ペトロブナだよ。スピドリガイドフの奥さんの。私がもうあんなに何度も手紙でお前に知らせたじゃないの。ああ、そうか。覚えてますよ。 あの人が死んだってえ本当彼は目が覚めたように不意にぎくっとした「本当に死んだんですか一体どうして?」それがね、本当に急だだったんだよ。と彼が関心を示したのに元気づいて。 リリヘアアレクサンドルムナは急いで言った「私がお前に手紙を送ったちょうどあの時分それもちょうどあの同じ日のことだったんだよそれもねあの恐ろしい主人がその原因だったらしいんだよ何でもひどくぶったそうだからね」へえあの夫婦はそんなだったの と彼は妹の方を向きながら聞いた「い,いえそんな反対よあの人は奥さんにはいつもひどく我慢強く優しすぎるほどでしたわ大抵の場合奥さんの気性に対して寛大すぎるほどで7年間も辛抱してきたものだから何かの弾みに不意に寛忍部分の脳が切れたのね」。 なるほど。7年間も我慢してきたとすると別にそれほど恐ろしい男じゃないじゃないかルーネチカお前はその男をかばってるようだねいえいいえ,いいえ恐ろしい人ですわあれより恐ろしいものなんて私想像もできないわ。とドゥーニャは身震いしないばかりに答えると眉をひそめて考え込んでしまった。 それが起こっったたののは朝のうちだったんだんよ。とプリヘイリア・アレクサンドルブナは咳きんで続けたその後ですぐに奥さんは馬の支度を言いつけたそうだよ食事が済んだらすぐに町へ出かけるためにそんな時はいつも町へ出かけるのが癖だったからね何でも食事はとてもおいしそうにあがったそうだよ そんなに殴られて何いつものことだから慣れていたんだよそして食事が済むと出かけるのが遅れないようにすぐに浴室へ行ったんですってあの人はどういうものか水浴療法というものをやっていたね家の中に冷たい泉があって毎日決まった時間に水浴をしていたんだよ ところがその日は水に入った途端に倒れてしまったそりゃ決まってますよとゾシーモフが言った「えー、そんなにひどく殴ったのか?」「そんなことどうでもいいじゃありませんの」とブーニャが応じた。 ん、しかしお母さんあんたも物好きだなこんなつまらんことを言い出すなんて」と不意にラスコールニコフはむしゃくしゃしながら言ったうっかり口を滑らせてしまったらしい「まあ何を言うんだねお前私は何を言い出したらよいのやら分からなかったんだよ」という恨みが。 ブリヘイリア・アレクサンドロブナの口から思わず飛び出した。だがどうしたんです僕が怖いのですかみんな垂れ物に触るみたいだね。と彼はねじけた薄笑いを浮かべながら言った。その通りよ。とまっすぐに厳しい目で兄を見つめながらルーニアは言った。 お母さんは階段を上るとき、恐ろしさのあまり十字を切ったほどなのよ。彼の顔は痙攣したように歪んだ。まあ、なんてこと言うの、ドゥーニャ。どうか怒らないでおくれね、ドゥーニどうしてお前は、ドゥーニャ。とプリヘイリア・アレクサンドロブナは、おろおろしながら言い出した。 それは、ね、ほんとここへ来る途中汽車の中でずっと空想ばかりしてきたんだよお前と会う時の様子やらお互いにいろんなことをすっかり話し合う様子などそしてうれしくてうれしくて外の景色もまるで目に入らなかったんだよそれなのに私ったら私は今でも嬉しいんだよお前は本当にいらないことをドゥうに 私はお前を見ているだけで幸せなんだよ、ローじゃ。もういいよ、お母さん。と彼は母の顔を見もしないで、その手だけ握りながら、まつわるそうに言った。話はゆっくりしましょうよ。そう言うと彼は急にドギマぎして、真っ青になった。 またしてもさっきの恐ろしい食感が死のような冷たさで彼の心を通り抜けたのだ。またしても彼は恐ろしいほどはっきりと悟ったのだ。今彼が恐ろしい嘘を言ったことをそしてもう今となってはゆっくり話をする機会などは永久に来ないばかりかもうこれ以上どんなことも。 誰とも絶対に語り合うことができないことをこの苦しい想念の衝撃があまりに強烈だったので彼は一瞬ほとんど意識を失いかけてふらふらと立ち上がると誰にも目を向けずに部屋を出ていこうとした「どうしたんだ君」とラズミーヒンが。 彼の手をんんで叫んだ。彼はまた腰を下ろして黙って辺りを見回し始めた皆けげんそうに彼を見守った「どうしてみんなそう棒にありふさぎ込んでいるんです」と彼は不意に自分でも思いがけなく叫んだ 何か喋りなさいよ。全く何をぼんやり座ってるんです。さあ、喋ってください。話をしましょうや。せっかく集まって黙りこくっているなんて。さあ、何か。やれやれ、ほっとした。私はまた昨日のようなことが始まるんじゃないかと思いましたよ。と、プリヘイリア・アレクサンドルブナが十字を切って言った ろうしたの者」とアブドゥーチャ・ロマードムナが不審そうに尋ねた「なあにな何でもないよちょっとしたことを思い出しただけさ」彼はそう答えると不意に笑い出した「まあちょっとしたことなら結構だが僕はまたぶり返したかとハッとしましたよ」 とゾシンモフはソファーから腰を上げながらつぶやくように言ったしかし僕はもう失礼する時間ですもう一度寄るかもしれませんじゃあまたその時彼は会釈をして出て行ったなんてご立派な方でしょうとプリヘイリア・アレクサンドルブナが言った うん、立派な男だよ優れた教養ある聡明な」とダスコールニコフは出し抜けに思いがけぬ早口でこれまでになく珍しく張りのある声でしゃべり出した「病気になる前どこであったかもう覚えていないがどこかであったんでしょうそれからこれもいい男ですよ」と彼はラズミーヒンに「 顎をしゃくった「こいつが気に入ったかいドゥーニャー」と彼は不意に彼女に聞くとどういうわけか大声で笑い出した「とっても」とドゥーニャーは答えた「君は全く嫌なことを言うやつだ」。はすっかりうろたえて 真っ赤になってこう言うと椅子から立ち上がった。プリヘイリア・アレクサンドロブナは軽く微笑んだが、ラスコールニコフは声を張り上げて笑い転げた。おい、どこへ行く僕も用があるんだ。用なんかあるはずないよ、残り給え。ゾシーモフが帰ったから君は残らにはいかん。 そわそわするなよ。ところで何時かな12時になったずいぶんかわいらしい時計だねルーニャどうしたんだいみんな黙り込んじまって僕だけじゃないかしゃべってるのはこれはマルファ・ペトローブナのプレゼントですわ」とルーニャが答えた。 とっても高価なものなんだよ、とプリヘイリア・アレクサンドラブナが口をそろえた。ほほう、それにしても大きいね。女持ちでないみたいだ。私、こういうの好きよ、とブーニアは言った。そうか、花婿のプレゼントじゃなかったのか。 ラズミーヒンは考えてどういうわけか嬉しくなった「僕はまたルージンのプレゼントかと思ったよ」とラスコーリニコフは言った「いいえあの人はまだ何一つルーネチカに贈り物なんかしませんよ」「へえ覚えてる母さん。 僕一度すっかり好きになっちゃって結婚しようとしたこと。と出し抜けに彼は母を見つめながら言った母は思いがけぬ話題の転換とそれを言い出した時の彼の口調にあっけに取られてポカンとしてしまった「ああそうそうだっけねえ」。 プリヘイリヘア,アレクサンドロブナはドゥーニャとラズミーヒンに目配せした「うむそうところでどう話したらいいかなだってもうあまりよく覚えていないんだよ病気がちの弱い娘だった」と彼はまた急に沈みがちになって目を伏せたまま言葉を続けた。 全く病心で、ご時にものをやるのが好きで、いつも修道院を憧れていたっけそして一度それを僕に話してくれたとき、泣き出してしまって、そうそう、覚えています。よく覚えています。ひどく醜い娘でした、顔は。本当にどうしてあの頃僕はあの子に惹かれたのか、自分でもわからない。きっと、いつも病心だったからでしょう。 もしあの子がさらにびっこかムシだったら僕はおそらくもっともっと強く愛したでしょうそうですまあ春の夢みたいなものでしたいいえそれは春の夢ばかりじゃありませんわ。とドゥーネチカは生き生きと顔を輝かせていった。 彼はじっと目に力を込めて妹を見つめたがその言葉が聞き分けられなかったかあるいは聞き取れても言葉の意味が分からなかったらしいそれから深い物思いに沈んだまま立ち上がり母のそばへ行って接吻をするとまた元へ戻って腰を下ろした 「お前は今でもその子を愛しているんだよ」とプリレイリア・アレクサンドロブナは感動して言ったその子を今でもあああの子のことですかいいえそんなことは見ないまではもうあの世のことのようですもうずっと昔のことですそれに周りのすべてのことまでなんだかこの世のことではないみたいで。 彼は注意深くミナの顔を見たここにいるあなた方だってまるで千里も遠くから見ているような気がするんです「チェなんだってこんな話をしてるんだ何のためにうるさく聞くんだ」彼は腹立たしげにこうつけ足すとそれきり黙り込んで爪を噛みながらまた 物思いに沈んだ「これはまた思い切って汚い部屋だねロージャまるで墓穴みたいだよ」とプリヘイリア・アレクサンドロブナは重苦しい沈黙を破って出しのけに行った「お前がこんな気鬱症にかかったのも」 半分はきっとこの部屋のせいだよ部屋と彼はぼんやり答えたうん部屋もかなり影響してますね僕はそれも考えましたしかしあなたは知らんでしょうがお母さんあなたは今恐ろしいことを言ったんですよと彼は不意に 異様な薄笑いを浮かべて付け加えた。「もうちょっとしたらこの集まりも3年の別離の後のこの親子の巡り合いもおよそ語り合うことなど絶対にできないような空気の中で続けられているこの肉親なればこその会話の調子もついに彼にはどうしても耐えられぬものになったであろう」。 ところがどうなるにしろ絶対に今日中に解決しなければならぬ一つののっぴきならぬ問題があったそれは彼がさっき目を覚ました時からそう決めていたのだった今彼はまるで出口が見つかったかのように喜んでその問題に飛びついたところでドゥーニャー と彼は改まってそっけなく切り出した僕は無論昨日のことはお前に申し訳ないと思ってるだが僕としてはどうしてもここでもう一度根本的な考えは変えないことをお前にはっきりと言っておきたい僕かルージンかだ僕は卑劣な人間でも構わんがお前はいかんどちらか一人だ もしお前がルージンに嫁ぐなら僕は即座にお前を妹と思うことをやめるろうじゃろうじゃそれじゃまるっきり昨日と同じことじゃないの。とプリヘイリア・アレクサンドロブナは涙声で叫んだ「一体どうしてお前はそういつもいつも」。 自分を卑劣なな人間だなんて言うの。私はそんなこと我慢できない昨日だってそうです。兄さんとドゥーニャはきっとしてやはりそっけなく答えたこの問題ではイーさんの方に間違いがあります私は昨夜一晩考えてその間違いを見つけました 結局、兄さんは私が誰かに対して、誰かのために自分を犠牲にするように考えているらしいけど、それが間違いなのです。全然そんなことはありません。私はただ自分のために結婚するのです。自分が苦しいからです。そしてそれが、身内のためにいい結果になったら、嬉しいのは当たり前です。でも私の決心で、 それが主な動機ではありません。嘘だ」と彼は憎さげに爪をかみながら腹の中で思った「傲慢なやつだ恩を施したいんだとはっきり言うのが嫌なんだああゲスな根性だやつらの愛なんて憎しみみたいなものだああ俺は こいつら全部が憎くてならんやっぱり私はピョートル・ペトロービッチに嫁ぎます」とルーネチカは続けた「だって二つの不幸があれば軽い方を選びますもの私はあの人が私に期待していることはどんなことでも心を込めて行うつもりですわ」 だからあの人を欺くことにはなりません。「兄さんどうして今お笑いになったの?」。彼女もカッとなったそして目に憤怒の火花が燃えた「どんなことでも行うって」。と彼は毒々しく笑いながら言った。 ある程度までよピョートル・ペトローヴィの求婚の仕方と形式を見てあの人が何を望んでいるか私はすぐに分かったわあの人は無論自分を高く評価しすぎているかもしれないわでもその代わりきっと私の人格もかなり認めてくれると思うのよまた笑ってどうしてなのじゃあどうしてお前はまた赤くなったんだい お前は嘘をついてるんだよ。わざと嘘をついているんだ。女の強情さで俺の前で顔を通したいというただそれだけの理由で。お前にルージンが尊敬できるはずがないよ。俺は彼に会って話したんだ。つまりお前は金のために身を売ろうというのだ。つまりどう見たって卑しい行為をしているんだよ。でもお前がまだせめて赤くなれるのを見て。 俺は嬉しいい。よ。違うわ、嘘じゃないとルーネチカはすっかり冷静さを失って叫んだ「あの人が私の人格を認めて尊敬してくれるという確信がなかったら私は結婚しないわ」「あの人を尊敬できるということが確実に信じられなかったら」 私は結婚しないわ。幸いに私はそれを確認できます。今日にもよ。このような結婚は兄さんの言うようないやしいし行為じゃないわ。そしてもし兄さんが正しくて私が本当にいやしい行為を決意したとしたら私にそんなこと言うなんて兄さんもずいぶんひどいじゃありません。どうして兄さんは おそらく自分にもないような勇気を私に要求するのそれは横暴だわ暴力だわもし私が誰かを滅ぼすとしたら、それは自分一人用だけよ私はまだ誰も破滅させたことがないわどうしてそんな目で私を見るのどうしたの真っ青になって。どうじゃどうしたのどうじゃ兄さん まあ、気絶させちゃってとプリヘイリア・アレクサンドロブナは叫んだい,いえい,いえ何でもありませんよつまらんことですちょっとめまいがしただけです気絶なんてとんでもないよくよく気絶の好きな人たちだうんそう何を言おうとしたんだっけそそうそう、どうどしてお前は、 彼を尊敬することができ、そして彼が人格を認めてくれることを今日にも確認できるんだい。確かそう言ったね。お前は今日と言ったようだったね。それとも僕の聞き違いかな。お母さん、ピョートル・ペトロービチの手紙を兄さんに見せてあげて。と、ドゥーネチカは言った。 プリヘイリヘアアレクサンドロブナは震える手で手紙を渡した彼は大きな好奇心を持ってそれを受け取ったがそれを広げる前に彼は不意にどうしたのかびっくりしたようにドゥーネチカを見たおかしい彼は突然 新しい考えによさべられたようにゆっくりつぶやいた。一体何のために俺はこんなにやきもきしてるんだ。この騒ぎは何のためだ。うん、誰でも好きな奴と結婚すればいいじゃないか。彼は自分に言い聞かせるようだったが、かなりはっきり声に出して言って、しばらくの間、 当したように妹の顔を見つめていた彼はとうとうまだ異様な驚きの表情を残したまま手紙を開いたそしてゆっくり入念に読み始めて二度読み直したプリヘイリア・アレクサンドロブナはひどく不安げだった他のみんなも 何か特別なことが起こりそうな気がしていた驚いたね。と彼はしばらく考えてから母に手紙を渡しながら特に誰ともなく言っただって彼は弁護士で忙しくやっているだろう。話だってまあまあだ癖はあるけどところが書かせると。 まるででタラメじゃないか一座はちょっとざわめいたこれは全く予期しなかったことだからであるでも彼らは皆こういう書き方をするよとラズミーヒンはのぎまぎしながら言ったじゃあ君は読んだのかうん。 私たちが見せたたんだよ、老者私たちはさっき相談したんだよ」とおろおろしたプリヘイリア・アレクサンドルブのが口を出した「これは裁判所独特の文体だよ」とラズミーヒンが遮った「裁判所の書類は今でもこんな風な書き方だよ」 裁判所のうん確かに裁判所で書きそうな手紙だ事務的でまあそれほど文法的にデタラメだとも言えないがしかし非常に文学的とも言いかねるまあ事務的だなピョートル・ペトロービチは満足に教育を受けていないことを隠してはおりません。 自分で自分の道を切り開いたことをかえって誇りにしているくらいですわ。と兄の新しい調子にいくらかムッとしてアブドゥーチャ・ロマーノブナは言った「まあいいさ誇りにしているならそれだけのものがあるんだろう僕は何も言うまい。ドゥーニャお前はじ僕がこの手紙を読んでこんなつまらないケチをつけただけなんで」。 侮辱を感じたらしいねそして怒らせておいてお前をやっつけるために僕がわざとこんなつまらないことを言い出したんだと思っているんだろうとんでもない文章の中に1箇所この場合絶対に読み過ごせない意見が僕の頭にピンときたんだというのは自業自業得という表現だ非常に意味ありげにしかもはっきりと書かれているしかもそればかりか。 僕が来たら即座に退出するという脅迫がある。この退出するという脅迫は「言うことを聞かなければお前たち2人を捨てるぞ」という脅迫と同じじゃないかしかもわざわざペテルグルムまで呼び出しておきながらだルーニャお前どう思う思例えば彼かゾシーモフかあるいは我々の誰かがこんなことを書いたらそれこそ腹を立てるだろう それがルージンならこんなことを書かれても腹を立てられないのかうんうん、とドゥーネチカは元気づきながら答えた「この手紙の表現はあまりにナイーブであの人はきっとただ書くのが上手じゃないだけだってことがよく分かったわ」「兄さんの考察は実に見事よ」「思いがけないほどよ」 それが裁判所式の表現だろうさ。裁判書式に書けばこれ以外の書きようがないんだろうそれでおそらく文章が実際に思っているよりも荒っぽくなるんだろうよそれはいいとしてお前を少し失望させることになりそうだがこの手紙にはもう一つ引っかかる表現がある僕に対するそれもかなりえげつない抽象だ 僕は昨日途方に暮れている廃病の山目にお金をやったが葬儀費用の名目でではなく実際に葬儀の費用にやったんだまた娘就業を職としていると彼が書いているその娘にではなく山目の手に直接渡したんだその娘だって僕は昨日初めて会ったんだよこうした文面を見ると僕をけなして お前たちと口論させようというあまりにも請求すぎる意図がすぐにわかるよ。これもまた裁判所式の書き方さ。つまりあまりにも露骨すぎる目的暴露と実にナイーブな請求さだよ。彼は人間は利口だろう。だが利口に行動するためには利口だけでは足りないんだよ。この手紙がよく彼の人間を表している。そして僕には。 彼が大いにお前の人格を認めているとは思われないただお前の参考にと思ってこんなことを言うんだがそれも心からお前の幸福を願っていればこそだよルーネチカは答えなかった彼女の決意はもうさっきすぐになされていて夜の来るのを待っていただけだった 「それじゃ一体お前はどう決めるつもりだねローチャー」とヴィリヘイリア・アルクサンドロブナは彼の突然の耳慣れぬ事務的な口調に先ほどよりもますます不安になって尋ねた「何のことです決めるって」だってほらピョートル・ペトロービチが書いているじゃないの夜お前が私たちのところにいないようにって。 来たらすぐ帰ってしまうって。それでお前どうするつもり来るかいそれはもう言うまでもなく、僕が決めることじゃありませんよ。まずお母さん、あなたです。ピョートル・ペトロービチのこのような要求が、あなたに侮辱を感じさせなければですよ。次に、ルーニャです。これもやはり侮辱と思わなければですがね。 僕はあなた方のいいようにします」と彼はそっけなく付け加えた「ドゥネチカはもう決めているんだよ私はそれにすっかり同意なんだよ」とプリヘイリア・アレクサンドロブナは急いで口を入れた「私はね兄さんその対面の席に」 ぜひいてもらうように兄さんに頼むことに決めたのよ。とドーニアは言った。来てくれる行くよ。あなたにも8時に来てくださるようお願いしますわ。と彼女はナズミーヒンに言った。お母さん、私この方もお呼びしますわ。 いいですとも、ルーネチカ。そうお前たちがしっかり決めたのなら」とプリヘイリア・アレクサンドルブナは言い添えた「その通りにするがいいよ私だってその方が気楽だよ見せかけを言ったり嘘をついたりするのは嫌いだよそれよりすっかり本当のことをぶちまけちゃった方がどのくらいいいかしれやしない」 こうなったらピョートル・ペトロービチが怒ろうが怒るまいがかまやしないよ、4. その時ドアが静かに開いておずおずと辺りを見回しながら一人の娘が部屋へ入ってきた一同は驚きと好奇の目でそちらを見た ラスクールニコフははじめそれが誰かわからなかったそれはソフィアセメオノブナマルメラードアだった。昨日彼は初めて彼女を見たのだがあんな時だったしあんな環境だったしそれにあんな衣装を着ていたので彼の記憶に焼き付けられたのは全然別な顔だった 今そこに立っているのは、つましい、むしろみすぼらしいほどの服装の娘で、まだ非常に若くて、ほとんど少女と言っていいくらいで、物腰も控えめで品があり、明るいが少しおびえたような顔をしていた。着ているのは何の飾りもない、ごくしっそなふだん着で、頭には、 古い流行奥での帽子をかぶっていた昨日と同じといえばパラソルを持っていることだけだった思いがけなく部屋いっぱいの人たちを見て彼女は当惑したというよりはすっかりおろおろしてしまって小さな子供のようにおじけづき引き返しそうなそぶりさえ見せた「あああなたでしたか」 アスコールニコフはすっかりびっくりしてしまってこう言うと途端に自分もそわそわしだした彼はすぐに母と妹がもうルージンの手紙によって就業を職とするある娘のことをいくらか知っていることを思い浮かべたたった今彼がルージンの中傷を非難し その娘を見たのは昨日が初めてだと言ったばかりなのに突然その娘が部屋へ入ってきたのである彼はまた「就業を母職とする」という言い方に対して何とも抗議していなかったことを思い出したこうしたことがぼんやりちらと彼の頭をかすめたしかしよく注意してみると彼は不意に この恥ずかしめられた存在があまりにも過酷なまでに虐げられていることに気づいて急にかわいそうになったそして娘が怯えて逃げ出しそうなそぶりを見せた時彼は自分の内部で何かがひっくり返ったような気がしたあなたがいらっしゃるとは全く 思いがけませんでした。と彼は目で彼女を引き止めながら急いで言った「どうぞおかけください」「きっとカテリーナ・イワーノブナの使いでいらしたのでしょう」「どうぞこちら」じゃなく「そこへおかけください」ラズミーヒンはラスコールニコフの三つしかない椅子の一つにかけて。 ドアのすぐそばににいたがソーニャがソニ入ってくると同時に彼女を通すために立ち上がっていたはじめラスコールニコフはゾシームフがかけていたソファーの端に彼女を通そうとしたがそのソファーはベッド代わりにもしているのであまりにもうちわすぎる場所だと気がついて慌ててラズミーヒンがかけていた椅子を示した。 君はこっちへかけてくれたまえ」。と彼はラズミーヒンに行ってゾシーモフの後へかけさせた。